これ着てほしい、めっちゃ可愛い。2人もな、全部めちゃくちゃ可愛いよ。こんなん見たことないです。気持ちいい。みなさんこんにちは、ふみです。あみです。ふみあみです。関西のお出かけスポットを紹介する関西いこいこチャンネル。皆さんに関西に行こう行こうって思ってもらえるような情報をお届けします。今回は阪急大阪梅田駅から徒歩3分にある阪急梅田本店梅阪ベビーズコレクションにやってきました。イエーイ。ここ梅田何回も来たことあるような。そうですね、めちゃくちゃ普通にプライベートでめっちゃ買い物する。関西のお出かけスポットを皆様にご紹介しようと思いますので、高評価、チャンネル登録、コメントもお願いします。それでは梅田に行こう行こう。早速可愛いものが大量にあるんですけど。可愛い、これめっちゃ可愛いで。恐竜のタオル。いい、こういうさ、タオルってあるやん。お風呂上がりもいいし、普通に防寒対策でもいいんかな。ね、でもうちの息子とかはもうお風呂上がりこう走り回る年やから。あ、そっか。せめてこのタオルをファッとかけたい。いつもほんまに追いかけっこやで。そうやな、 YouTube でお見せできないぐらい全裸やな。そう、全裸で追いかけっこしてるから。こういうタオルがあれば助かるかも。あ、これとかさ、これ私ちょうどお祝いでもらったんですよ。いいよな、手軽で。そう、最近ちょうどお祝いでもらって可愛いと思って、なんかこうギフトっぽくてちょうど良くない、うん、確かに男の子もいけるし、うん、で今アミとフミが欲しいものを紹介する。こちらです。スリーパー欲しいねんな。あ、そうそう、スリーパー。今から冬やからスリーパーがいる季節になって、またなんかこういう寝る時に赤ちゃんって布団かぶったらなんか顔に当たったりもあるし、そうそうそう、脱いじゃう子もおるから。多分今のアミの娘の時期は布団をかぶったら窒息とかが危険で、そうそう、こういうキセルタイプの布団で、私の子は2歳やからもう布団がかぶれない、うん、暴れちゃって、ね、寝相悪すぎて。そうだから逆にこういうね、長めのタイプでもう毛布代わりにこれ使ってます。これ欲しい、持ってない、欲しい、ね、スリーパーでもめっちゃ使うから絶対いる。そう、うん、もうスリーパーないと無理やもん。いつもこうやって教えてくれるママの対戦です。はい。なこのセット可愛い、めっちゃ可愛いよな。そうやんな、アミはこれから離乳食やもんな。うん、まだまだやけど可愛い。なんか最近こういう色味がね、やっぱり流行ってるというか。何この北欧っぽい色味、可愛いな。可愛い、くすみカラーね、可愛い。これ何なの。おしゃれなんか、おしゃぶりケースらしい、うん、でもおしゃぶりって確かに清潔に保存するのにはめっちゃいいよね。これがおしゃぶり、むずいよな清潔保存。あれでも難しいからここに入れれるだけで全然気持ち違う気がする、うん、確かに。これノアぐらいじゃない。ノアもうちょっと大きい。もうちょっと大きいやろ。1歳ぐらいじゃ、歩き出したぐらいじゃん、これ着てほしい、めっちゃ可愛い。コアラめっちゃ可愛いんやけど。ここから全部ジェラートピケね、うん、ジェラートピケのゾーンかなと思うんですけど、これジェラートピケってほんまに可愛いよな、子供用品、うん、やばい、出産祝いでよくもらうね。しかもなんか思うのが、毎年この動物が変わる。あ、そうやな、うん、コアラなんやって思った今。え、コアラグッズだらけ。え、可愛い。なんかコアラの可愛い、かぶれそうね。しかも生地感がいいな、なんか。そう、ジェラートピケの良さは本当に生地やと思うねんな。子供の着心地をすごい考えられた生地で、うん、これもめっちゃいいやん、腹巻きまでついてるで。え、かわいい、めっちゃいいと思う。こうやって着てもいいと思うし、このポンチョもかわいい。あ、泣いてる泣いてる。やばー、このジェラピケのさ、触り心地のさ、気持ちいい。あ、それティッシュ入れれんねや。それティッシュなんや、びっくり。これティッシュらしい。かわいい。ここに入れたら絶対引っ張られるわ。な、絶対永遠ティッシュ出てくんな。絶対喜ぶ子供。なにこれ。え、これなに。ベイビークッキー、離乳食メーカーですか。離乳食、そうや、こんなかわいい色で。どういうこと、離乳食メーカーって。あれやろ、だからミキサーとか。あ、潰しせる。でも私さ、こういうのもさ、あるの知らなかった。スーパーで見てる出汁のやつしか知らんくて。赤ちゃん用の出汁ってこと。あ、そうそう、こういう種類のがあるのが知らんかった。これとかもレトルトの。すごいな、いいな、かわいいし。
マールマールもめっちゃ人気じゃない、うん、もう絶対定番の出産祝い。そうやんな、私も友達出産したらちょっとここ見ちゃうもん、うん、何回かあげたことある。アミもなんかマールマールは刺繍で名前とか好きな文字が入れれるんですよ、うんうん、それがなんかその特別感というか嬉しいよな。もらった方も嬉しいし、あげる方もなんか名前入れてあげれるっていうのが嬉しいよね。スタイっていう印象があったけど、こういうね、こんなんとかにもみたいなもんねんな。これ多分なんやろ、ブランケット。これ、あ、これもおくるみか。フーディーバスローブ、へえ、かわいい。こういう感じでね、お名前が入れてもらえる。かわいいエプロンがあんねんな。これこれ、めちゃくちゃかわいい。こんな感じでスタイがザーって置いてあって、うん、この中からなんかな、好きなスタイ選んで刺繍入れてもらうっていう感じやねんな。スタイもな、全部めちゃくちゃかわいいよ。こんなん見たことない。スタイというか襟、うん、そうやなみたいな感じで、こんなんとかこんなんとか、あとは結構こう吸収力も良さそうなタオル地、うん、ちゃんとな、実用性あるタイプはい、じゃあちょっとぐるっとね、見させてもらったんやけど、せっかく来たから好きなのをイエーイ、買い物しよう買い物したいと思います。はい、今からちょっとガチで買い物タイムに入りますまあどれにしよう、いきますか。めっちゃ悩む。悩むよな、うん、ジェラピケ、ジェラピケいいなと思いつつ、コアラのこれは、うん、コアラの服かわいい、このね巻き90でこれの上下にしようかな。いいやん、かわいい、似合いそう。似合うかな、うん、まあ好きそう、まあ、こういうさ、なんか触り心地いいもの好きよな。好き、子供は多分そうやと思う、気持ちいいの好き。私はこれにします。かわいい。アミナ、ちょっとリアルにスリーパー悩んでて、うん、1個も持ってないから、うん、今ちょうど悩みどころやったんよ、それをどうしようかなって。あ、スリーパーかな。でもこういうさ、メリーも欲しいね。あ、こういうのね。そう、こういうのが全然なくて、ペットとかにつけるんよな。あ、でもこれかわいいな。うん、かわいいな。これ何サイズやろ。60から70。60買っといたらいいんちゃう。激カワな服を見つけてしまった安定に網好みやな。なあ、網っぽい着てそうやもんな、網もオーガニックコットンっていう、それもいいなね。私はこれにします。もっと全然そんな遠慮なさらず、遠慮しちゃうよな。今でも何円なんやろ。スリーパーも欲しい。じゃあスリーパーも欲しいなお揃いにしようや、スリーパー。あ、いいよ。わあ、やった、トマトお揃い。え、いいやん、これでお揃いにします、息子と。絶対可愛いやん。ねえ、可愛い。じゃあこれも追加で買っちゃいます。やばいやばい。じゃーん、買いました。イエーイ、嬉しい。可愛い、こんな感じで包んでもらいました。可愛く包んでくれてる。あ、男の子と女の子で、ほんまや、リボンの色が違う。プレゼントということでラッピングしてくれたらしい。嬉しい、ありがとうございます。ありがとうございます。今回は阪急梅田本店の梅阪ベビーズコレクションを紹介しました。もうまだまだ買いたいものがいっぱいあって、プライベートでもまたやっぱり行きたいと思います。何時間あっても足りひん。この次の動画でも関西に行こう行こうって思ってもらえるような情報をたくさんお届けするので、ぜひチャンネル登録と高評価、そしてコメントもよろしくお願いします。それでは大阪梅田に行こう行こう。バイバイ。Thank you.